神奈美山古墳横山古墳群は福井県上原市から堺市丸岡町にかけて分布する古墳群である。1959年9月1日に県の史跡に指定された。標高100から120メートルの横山丘陵上に多数の古墳が連なる。1978年の福井県教育委員会による調査によれば確認された古墳の数は234基。 内前方公円墳が15基、方墳が59基、円墳が160基。その後も確認された古墳の数は増えており、越前の前方公円墳の約4分の1が集中する北陸最大規模の古墳群として注目される。前方公円墳を中心に多数の方墳、円墳が群集しているのが特徴的である。前方公園墳のうち平坦部に現存するのは、 ワンカシ山古墳のみ。最大の前方公園墳は、カンナビ山古墳。ワンカシ山、カンナビ山両古墳は、タグリが、城山古墳、六両瀬山1.3号古墳など、尾根の両線上に、しめじする、越前における、大主長墳の系譜の最終段階に位置づけられる。カンナビ山古墳上に立つ日ヨ山古墳群中、最大の古墳であるカンナビ山古墳は、嵐、 武流地区に位置する古墳時代後期の前方公園墳。墳球は二段築成で、主軸の長さは64.4メートル。幅29メートルの前方部を北にして、公園部は計31.8メートル。地山を削りその上に盛り土し、盛り土の崩れを防ぐため河原石で吹き石がしてあった。横穴式の石室は、主軸と斜めに開いている。側壁は、 両海岸の霧石積みで、石室の全長6.3メートル。原質は、長さ3.5メートル。沿道は幅1.4メートル、長さ2.2メートル、高さ1.4メートル。天井石は5枚で、原質の中央に種がついた、自然石の平板が2枚ある。副装品として、装神ぐるは、小型道橋片、金管、ガラス小玉が、武器、武具類では、 関東大東波東編、鉄塔、鉄属、蛍光編などが出土し、他にも農工具やバグ、末期編も多数検出されている。湾下市山古墳堺市丸岡町坪江地区の標高16メートル、あまりの山陸部の平地に位置する前方公園墳。6世紀前半に作られたと推定される。現在は埋め立てられているが、馬蹄系の集合を持っていた。 全長45メートル、北側の前方部は幅25メートル、南側の公園部は計28メートル、高さ7メートル。噴球は二段築成で、噴球斜面には円力の吹き石が見られる。内部構造は公園部中央から首レブに向かって開口する片袖式の横穴式石室で、奥壁に赤色顔料が塗られた岩屋形がある。発掘調査の際に、 埴輪の遠藤編が出土している。慶大天皇の御子安皇の墓であるとの伝承がある。ありがとうございます。